はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ、というわけでちょっと TGS があったので日にちがね、動画とか空いてしまったんですけど、上げていきたいと思います。で、今回は MP5 ですね。カスタム構成こんな感じです。で、 MP5 のカスタムなんですけど、で、このゲームね、アタッチメントがものすごい数あるんですよ。で、しかもそのアタッチメントがね、結構いいプラス要素、まあリコイルが減ったりするんだけど、マイナス要素もあって、その ADS 速度がね、落ちるとか、そういう要素がいっぱいあるんで、なんかいっぱいつければいいってわけでもないんですよね。今回はもう僕もよくわかんないけど、僕的には今こんな感じにしてます。で、この先っちょのマズルの部分は、つけてません。なんかね、リコイルが、まあ、しやすくなったりするけど、エイム速度、ADS 速度か、覗き込みの速度がね、落ちるやつがね、ほとんどなんですよね。だからちょっとつけず、まあ、この辺と、まあ、グリップは、こっちですね。アングルグリップの方なんだけど、まあ、横ブレが減るっていう方をつけて、まあ、マガジンつけて、あと、これはね、ADS 速度が上がるんで、これをつけてます。まあ、あとね、いろいろ悩んで、とりあえず FMJ つけたりしてるんですけど、まあ、正直わからん。まあ、現状これって感じですね。まあ、でもそれでも十分強いんで、今、このカスタム使ってます。はい、というわけでやっていきたいと思います。かなりマッチング時間かかったんで、もしかしたら海外部屋かな？多分。ね、さあ、まずはね、ちょっと、ここは、この洞窟からセンターに出るとかなり不利なんで、一気にもう裏行っちゃいます。リスポーンをちょっと変える感じで。まあ、バレてたら、どんまいだけど。はい。いますか？だいたいこの辺よくいるんだけど、誰もいないな。エリア取ってんのか？ダブルキル。いや、このゲームほんと裏取り決まるとすごいキルできるね。柔らかいから。普通に2、3枚持っていける。さあ、若干ね、こう、下がって、リスを読んでみようか。ほんとね、やっぱ、本当にこのゲーム困ってる人は一旦ちょっと落ち着いてね、あんま走んないで立ち回ったら、まあまあ、なんとかなると思う。さあ、ここも見て、センターかな？素敵のスタンかな、これ。めっちゃ投げてくるね。もう決め打ちで。で、UAV 獲得。弾が少ないな。ちょっとこれなんだ？ MP5 同じやつかな。で、こっから1枚来てるんで、そいつやっちゃいましょう。もう1枚。OKOK、若干決め打ちで。よしよし。弾アサルトパック。アサルトパックじゃない、これ。呼び方。さあ、MP5 ね、こう、リーンというか、銃を立てかけるとね、めちゃくちゃもう、中距離も抜けちゃうっていう。これちょっとなんか、修正されそうだけどな、さすがに。これ SMG だからな。あ、やばい、さすがに。これはダメだね、これダメだ、これダメだ。これダメだ。さすがに調子乗りすぎですね。調子乗りすぎは良くない。で、今、僕だけなんで、味方が。あ、味方じゃない。僕一人だったから、まあ、無理にとつらず。あれはちょっと撃ち合わない方がいいな。もう構えられてそうだね。構えられてそうなところは、ちょっともう。あ、ここじゃん、エリア。ラッキーラッキー。ってことは、なんかラグいぞ、やっぱ。味方がなんかドバドバ死んでるんだけど。OK。で、このストリーク呼びたいね。これはね、なんかハリアかな？モダン2の時にあったハリアっぽいやつ。空爆が来て、その後ね、ちょっと、なんか、飛行機がね、対空じゃねえな。まあ、空から撃ってくれるっていうやつですね。説明がちょっと下手くそだけど、まあ、そんな感じのやつです。よしよしよし。さあ、こういう時、というかね、ちょっともうストリークが近いんで、もうあんま無理しない方がいいな、これ。そんな突っ込んでもいいことないんで。で、1キルしてくれて、やっぱ大体裏来る。こういう時。で、ちょっと裏取ってみようか。で、飛行機も出てるし余裕があるから、余裕がある時にどんどん裏取った方がいい。裏を取ることによって、ちょっと戦いに変化が出る。で、外周かな？これ、ちょっと M4 もらおうか。ナイス。で、これどうなってる？うおー、なんで？なんで爆発したの？ちょっと待って。
ビビった、今のは。あ、さあと1キル。あー、一切痛い。あぶねえ、ギリギリストリクト出たけど。マジで危なかった。あー、やべ、調子になった、これは。うわー、もったいなかった、ね、今の。あ、ショットするな。こいつやって、まだ右から銃声が聞こえると。うわー、今のヘッショで決めたらかっこよかったな。あ、間違えた。これやっちゃうんだけど、マジで。スコアボードをさ、開いて。PS のなんかアカウントの方に、ちょっと待って。やばい。頼む、早く、早く。まずいな。正面の味方全部やられちゃった。あー、これ死んだな。あー、1キル取ったけど。あ、見える!やった!まあ今の状況で2キルも取れれば十分でしょう。一旦ね、落ち着いて待って。そこに反射させて。エリア取られてんね。決め打ちでいくかも。これ、ね、敵どんどん奥で湧いていくからね、これキルしても意味ない気がするんだよな。いやー、きっつい。これグレネード飛んでくるね、絶対。わーお。もうね、なんか、同じところに2回以上突っ込まない方がいい気がする、ほんと。同じ攻め方2回しないようにしよう。あぶね。無理しない。ゆっくりでいいっすから。回復してからね。やってくれた?あ、やってくれたね。オールダウン。オッケー。で、奪還します。ちょっとこの飛行機ちゃんは、天井がないね、エリアの時に使おうかな。オッケー。さあ、こっちの方で湧きそうじゃないか。今、撃たれたよね。ってことは、どっから撃たれてるこれ。いやー、このゲームマジ暗いところがな、見えにくいんだよな。逃げられたね。逃げられた場合は追いかけない。あぶな。ちょっとこのヘリ呼んじゃおうか。どんなストリークかちょっとわかんないけど。初めて使う。1枚?いや、マジでやれてないのか。ちょっとこういう時は伏せて待ちます。よし。ちょっと味方と合流しようか。ちょっと離れすぎてるんで。ここにいても、あんまエリアカバーできないかな。まあでも、ヘリが出てるからね。よし。よし。やべ。ここに来ないで。あぶねえ。ギリギリ。なんか来てない?そこ上大丈夫かな?さすが、このヘリめっちゃ強いね。どんな感じかわかんないけど、とりあえずキルはしてくれる。よし。よし。ヘッショ入るとマジ溶ける。気持ちいい。ヘリは終わってしまいましたね。フラグ入れようか。あと20秒だからそんな突っ込む必要もないかな。こっからでいいや。で、ここは正面だな、ほとんど。ここでいいや。よし。さばくか?これさばこう。よし、ストリーク出た。十分。オッケー、十分。逆にうちらが洞窟開き取ったら使おうかなと思ったら、なんか撃ってきたぞ。中か?こっちか。危ねえ。よかったな、今の。だけど、敵完全に置くわけだな、これ。あいつやばい。味方が右から行ってるんで、僕はじゃあ左から。敵がエリアに入ってはないな。そこフラグ当たりそう。オッケー、1枚飛ばした。で、完全に奥から来てるんで、なんで今の溶けたんだろう。あ、5ダウン?フラグ。ダメだな。いや、握りすぎ。あー、きっついな、マジ。コントロールじゃない。ヘッドコーターのリスも無理だわ、これ。キルしてもダメだな、やっぱ。ちょっとこれ、味方待とうか。ここはね、一人で行っても何もできませんよ。
味方を待って、あいつやりたいんだよな。味方やってくれるかな、結構与えたから、さすがに引っ込むはず。あ、これディーグルか。ちょっとね、弾がないんだよ。あと1枚ぐらいじゃない？弾がない、弾がない。やってくれたかな？ナイスナイス、オールダウンオールダウン。オッケーオッケーオッケー。全然まだね、余裕あるから、こっちチーム。そろそろ初期真ん中とかになるんじゃない？で、今ヘリ出てるんで、敵は多分、洞窟とかに逃げるかな。ストリーク出てる時こそ動きもある。なんであんなしょうもないの負けんのかな。あ、リス変わったかな。あ、いや、変わってない。これセンターから来そうじゃない。スタン。かなり弱らせたね、今の。すんごいスタンくるね。うわ、嘘、やばい。あー、ねえ、なんで。お、次、あそこじゃん。開けたとこなんで、ハリア呼ぼうかと思ったけど、味方も同じストリック呼んでるな、今。これ、今呼べないかってなると。ダメだ、今呼べない。あ、去ったんで。もう呼べるでしょ。なんでなんで、バグってないこれ。やっと呼べた、やっと呼べた。これ取られてる？よしよしよし、大丈夫大丈夫。よし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 、フラグで飛ばして、一枚やって、味方が来るまで前押さえておくのか。リロード間に合うかな。建物の中めっちゃいる。ナイスフラグ。もうリスポーンできないぞ、僕。よし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 。よし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 。いいぞいいぞ。うわー、くっそー。60キルいくかなー、これ。残り16秒ぐらいしかないね。あとはもう僕のハリア、飛行機に任せよう。よし。キルしてくれ。これ敵視点だね、今。で、僕のハリアが3人抜いて、もう1枚やるか？もう1枚いったら60キル。これ強いな、マジで。おい。はい。というわけでお疲れ様でした。61キル、17アシスト11です。ということで、レシオ 5.55。かなりね、いい連キルができましたね。やっぱ MP5 ね、使うとね、正直 AR で現状使えないですね。もう MP5 は使いやすすぎる。だけどね、大体ね、COD ってベータの時にね、めっちゃ強い武器があるんですけど、まあそういうのって製品版の時はね、すごい弱体化されてるんで、多分製品版になるとかなり、まあ武器バランスも変わってるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今日もね、よかったらグッドボタンね、ぜひよろしくお願いします。グッドボタンね、いっぱい押してくれると、おすすめ動画とかにね、よく回ったりするんで、ぜひね、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。Drinking too young, way too much fun, out in the sun.